コーブルックは、ドイツ、バイエルン州北部オーバーフランケン行政管区の都市、軍に属さない、独立市であると同時に、同盟の軍の軍庁所在地でもある。1918年までこの町は、ザクセンコーブルック豪太港の宮廷所在地であったが、今日では、地元の保健グループフークコーブルックの本拠として知られている。コーブルクの高台にはドイツで2番目に大きな城であり、 フランケンの王冠とも呼ばれるフェステ・コーブルクがそびえる。この町は中林源の森の南縁、ランゲ山地のマイン川の渓谷に位置し、町をイッツ川が貫いて流れる。市内、ハイリヒクロイツキルヒエには、ラウターバッハ川の河口がある。この川は単に、ラウターと呼ばれ、ノイゼス地区でズルツバッハ川と合流し、コーブルクでロッテンバッハ川に注ぎ、さらにイッツ川に合流する。 コーブルク市内の一津川の流域面積は約3 6 4平方メートルで1986年に洪水防止の水量調整湖フロシュグルント税湖が建設されるまでこの町はたびたび大洪水に見舞われた特に低い位置にある駅付近は洪水に悩まされていたコーブルク市内の一津川が堤防を越えたのは2003年が最後だが さらに洪水防止用調整湖コルトベルク税庫が、ズルツバフハ川とラウターバフハ川に2010年に建設された。近隣の大きな都市としては、直線距離で 80km 北に、エアフルト 90km 南西に、ビュルツブルグ 90km 南に、ニュルンベルクが位置している。マルクト広場の標高は 296m、フェステの標高は 451m である。 コーブルクは13の地区からなっている。各地区の2011年現在の面積と人口等を表で示す。人口の2、3が一津川流域の市中心部に住んでいる。特に周辺外側に位置するレーゲンやノイウントネイアスホフは村の様相が色濃い。隣接する市町村コーブルク群に属する以下の市町村がコーブルク市を囲んでいる。 北から時計回りに、ラウタータール、デリフレスエスバッハ、レーデンタール、エバースドルフバイ・コーブルク、クループアムフォールスト、ニーダーフューバッハ、ウンタージーマウ、アホルン、バイトラムスドルフ、メダー。コーブルクの気候は、南のマイン、川上流域と北の中林源の森の中間に位置することで特徴付けられる。さらに峡谷型の地形にも影響されている。 夏季は比較的温暖だが、冬は近くの中林源の森のために冷え込む。年間平均気温は摂氏8度だが、1月の日中平均気温は低、摂氏1.4度、7月のそれは摂氏17.2度である。平均で真夏日が5日、夏日が36日、真冬日は28日である。年間の平均降水量は747ミ、mm、リメートルで、 どの月もほぼ同じくらいの降水量である。最も多いのは6月の8 2ト、mm、ルと12月の7 3ト、mm、ルである。1 0ト、mm、ルを超える降水があるのはそれぞれ平均3日であるが、最高では24時間に5 7 6ト、mm、ルの降水があったこともある。コーブルクが資料上に現れるのは1056年のポーランドを、大号、ビヘザから大死境、 アンヌ・フォンケルンへの贈与証書が初めてである。1331年、コーブルクは都市権と裁判権を皇帝ルートビヒデアバイエルンから授けられた。22年後の1353年、マイセンのフリードリヒ三世がマイセン返境博を相続し、これと同時に、コーブルクの領主権はヘンネベルク博ハインリヒからベッティン家に移った。死の文は1430年に、 聖マウリティウスが描かれたものに定められた。1485年、コーブルクはエルネスティン家のライプツヒリに属することになった。その後、宗教改革を支援したザクセン選定校は、1524年には、すでに改革派の信仰をコーブルクに紹介した。1530年、マルティンルターはコーブルクに半年間滞在している。これは彼が、 追放者となっており、アウクスブルク帝国議会に参加することができなかったためである。ヨハンカジミル公爵1586年から1633年の間、コーブルクは自立した独立国家としてのザクセンコーブルク公国の公爵の居城であり人に初めてなった。この頃、ヨハンカジミール公のもとでバロック建築が建造された。こうした建物は、 現在もこの街の風景を作り出している。1680年から1699年のアルブレヒト港の時代に一時的に首都に戻った後、1735年にコーブルクは再びオートとなった。今度はザクセンコーブルク以降レザールフェルト港の、そして1826年以降はザクセンコーブルク豪太港の居城であった。19世紀の初め、 エルンスと一世は居城であるエーデンブルク城の改修を行った。宮殿は新しい劇場、アーケードを備え、庭が拡張され、興味にする姿となった。この町の発展については、1858年にベラ鉄道と呼ばれる鉄道路線が開通したことは特筆に値する。この鉄道は、以後60年の間、遠赤関係にある皇帝、ーリー王族、 公爵たちがコーブルクを訪問する際に利用された。リベラルな思想のエルンツト2世の知性、秘語のもと、この町は1860年頃には組織的なドイツ国民運動の中心地となっていった。1918年11月14日、カール・エドアルトが公の身分を失い、君主制は幕を閉じた。1919年にドイツで初めて行われた。 自由な国民投票で、コーブルク自由州とチューリン州の合併に88%以上の反対票が投じられた。これにより、コーブルクはバイエルン州に編入されることになった。コーブルクに侵攻したアメリカ軍1922年以降、コーブルクは国家社会主義の有力な中心地の一つとなっていった。1929年にはすでに、 ドイツの都市で初めて NSTP が市議会で絶対多数を占め、1932年にはアドルフ・ヒトラーに名誉市民の称号を与えたドイツ最初の都市となった。この街は第二次世界大戦では1945年4月11日に比較的損害を被ることなくアメリカ軍に占領された。ここで1919 19年のバイエルンとの合併という 住民投票の決定が思いがけない結果をもたらした。コーブルクはソビエトの支配地域となった周辺の中林原地域から分離され、アメリカの支配地域に属することになったからである。そして1989年まで地域協会、すなわち1949年以降の東西、ドイツ国境線はコーブルクに沿って引かれ、コーブルクは国境沿いの町となった。 1950年、ハフトフリックとアンターズ・トゥツングス、カッセ・クラフト・フォーレンダー・ビムター・ドイッチ・ロンツ、株式会社やフルト、今日の保険グループフック・コーブルクが、その所在地をコーブルクに移転させてきた。この会社は、4100人以上の従業員を要する、コーブルク最大の雇用者であり、営業税を納入する大企業である。このため、この町の人口あたりの地方税収入は、 ドイツで最も高い。王の居城ではなくなったとはいえ、コーブルクはこの地域にとって、特にバイエルンとの結びつきやドイツの再統合に関して、特別な意味合いを持つ街である。この街は上位中心都市であり、公立劇場、修立図書館、医療センターや様々な教育機関といった重要なインフラストラクチャーを備えている。2005年5月30日以降、コーブルクは、 ユーロパストットの肩書きを得た。このタイトルは欧州評議会から授与されるもので、ヨーロッパの連携に特別な提言や活動を行った都市を示す、故障である。コーブルクの地域は、フランケン地方やチューリンゲン地方がキリスト教家されて、以来、宗教改革が導入される1524年まで、ビュルブルク市教区に属した。その後、何世紀もの間、この町ではルター派が、 支配的であった。1910年には、この地域の住民の96%以上が、ルター派のコーブルク福音主義教会に属していた。この両方教会の長は、教会の主張として、代々のザクセンコーブルク公爵が務めた。これは、教会支配政策の一つである。宗教上の監督は、コーブルクに座を占めた教区監督が言った。コーブルクとバイエルンの合併後、 1921年にコーブルク福音主義教会はバイエルン福音ルター派教会に統合された。コーブルク地区は76.129人の教会員を養しバイロイト教区に属している。ローマカトリックの地域信者は18世紀の終わり頃に再びこの町に現れる。1802年にはケッチェン合の一室で1806年からは ニコラウス礼拝堂で礼拝を始めた。1860年には、アウグスト・ホンザクセン・コーブルクイコールザールフェルトの被護下、600人のカトリック信者は自分たちの教会として、新しい聖アウグスト教会堂を獲得した。1826年からこの教区は、バンベルク大使教区に属することになり、これは1920年最終的に確定した。 これら二つの大教会勢力とは別に、今日では、福音派自由協会信徒、キリスト再臨論派やキリスト教教授団といった自由協会の信者もいる。さらには、新史と派の教区、コカトリック派教会、末日聖徒、イエスキリスト教会やエホバの承認も信仰されている。シナゴーグを持つユダヤ教組織も一つ存在している。2006年現在、 ゴーブルクには3つのムスリムの礼拝所が存在している。1934年、ケッチェンドルフ、ビュシュテーナホルン、コルテンドルフ、およびノイゼスとの合併が行われ、3万人の人口が必要な駐屯地に再びなった。1970年代には盛んに市町村合併が行われた。1972年の前半に、リュッツェルブーフ、レーベルシュタイン、レーゲンおよび、 ザイトマンスドルフが終盤にバヤーアースドルフ、クライトーリッツ及びショイエルフェルトガが合併した。そして1976年にノイウントネアスホフ、1977年にバーテルスドルフウントグレントガが合併し、市町村合併は完成した。市の面積は1900年の11.4、傾平方メートルの4倍以上の48、傾平方メートルとなった。 コーブルクの人口推移1480年、この町に2000人の住人が住んでいた。19世紀に人口が増え、1843年には1万人に達した。1864年から1875年にかけて町の中心部はさらに発展し、およそ4000人増加して14570人となった。これは、 約37%もの人口増加にあたる。世紀の変わり目にはついに2万460人にまで増加した。第一次世界大戦により約10%の人口減少を見たものの、1927年にはこの町に2万5千人の人が住んでいた。最初の市町村合併により1934年の人口は飛躍し、10%増の2万9千人と、 なった。人口が最大となったのは1946年で1万5 0 0 0人の避難民を受け入れたために人口は5万人に達した。20世紀の終わりには人口4万2800人で、これ以後4万2 0人前後でわずかに変化しているが、軽い減少傾向にある。マンホールの蓋に描かれた死傷1430年以降、コーブルク氏の死傷には、 マウリティウスが描かれている。マウリティウスは、文章学的には、サンモール修道会の装いで、黒い肌を持つ、ムーア人である。彼はこの町の守護聖人である。1934年からの国家社会主義体制の時代には、ムーア人の文章は、ケント・ハーケンクロイツの文章に置き換えられていた。コーブルクの市議会は、大都市市長と自らの市場例で定められた40。 議席の議員から構成される。大都市市長は直接選挙で選ばれる。議員の任期は6年間である。2014年3月16日の地方選挙の結果に基づく議席配分は以下の通りである。歴代市長は以下の通り。1900年以降は上級市長。西ヨーロッパ及び北アメリカに6つの姉妹都市を持つ。 公立劇場コーブルク公立劇場の建物は、1840年代の公爵エルンスト2世の宮廷劇場の建物である。ほぼ同じ建物がゴーターにも同時に建設されたが、第二次世界大戦で破壊されてしまった。公立劇場は、今日では、コーブルクの最も美しい建造物の一つであり、シュロス広場の全体的な景観に調和した建物となっている。 多くの部分からなる、このギコテン様式の建造物は、鏡の間や美しいオーディトリウムなども備えている。バイエルン州の共同出資により、バイエルン州第三の公立劇場となった。小さなドライイコールシュパルテン劇場や550席のグローセンハウス、99席のライトハレがある。木のウトポリスこの町には1920年から1975年に、 最大6つの映画館があった。現在では、この地域で最も近代的な球面のスクリーンを持つ木のウトポリスのみになった。ここには、バーやレストラン、ミュージッククラブもあり、人気の施設である。この施設は19、1919年に開業のウニオンテアターがあった場所に、2001年に開業した。かつては600席の座席数を持つ、 有限としている様式の映画館であった。映画センターの新しい建築に課された条件の一つが屋外の大階段を残すことであった。コーブルクはそれほど大きな町ではないにもかかわらず、二つの日刊誌がある。1886年に北バイエルン日刊新聞グループの地方誌として創刊されたコーブルガー・ターゲブラットと1946年に創刊された ノイエプレッセである。1986年以降はメディアグループ南ドイツ出版が大部分を占めている。ラジオ放送局はラジオ1とラジオギャラクシー・コーブルクの2局であるが、後者は若者情報を提供するラジオギャラクシー・バイエルンの主局である。豊富にある TB ・オーバー・フランケンはオーバー・フランケン地方を対象とした地方テレビ、放送局である。 さらに詳細な情報については、インターネットのネットマガジン、ココアがある。ここでは、コーブルク周辺地方の毎日のイベント情報や、その背景情報を知ることができる。コーブルックは、ユーデン門、ケッチェン門、シュピタールモンといった縄文を持つ支壁の残る、大変に保存状態の良い旧市街を持つ。この街には、見る価値のある建築や泉、歴史的な場所などが豊富にある。 フェステ・コーブルク・エーレンブルク城、ラートハウス・シュタットハウスも、リッツ協会、ニコラウス・レイハイド、ハーン・ミューレ・ローゼナウアー城、カレンベルク城、エルンスト広場、ホーフガルテンからフェステを望むシュロス広場と城山の間にあるホーフガルテンは、1680年にアルブレヒト公爵が造成させた5.5ヘクタールの広大なバロック庭園に起源を持つ。現在の地元の あるいは国外の珍しい木々を多数持つイギリス庭園となったのは1857年に公爵エルンスト2世によってフェステ・コーブルクまで拡張された時である。今日では街の中心に位置することから市民の憩いの場として活用され、また同時に新鮮な空気を供給する森として機能している。この公園には1899年のエルンスト2世の キバゾフランツ公爵とその妻の墓所アルフレート公爵の泉、コーブルガーコンベントの記念碑がある。東の堀が埋め立てられ、緑地帯となった結果、ホ富フガルテンとローゼンガルテンとが会議場のあたりで結ばれた。ローゼンガルテンはかつては町の外で農夫の牧草地であった。1929年にこの場所でドイツバラテンが開催され、 20万人近くの見物客が訪れた。この庭園は80年代に手が加えられ、約70種のバラとエキゾチックな鳥たちが住む大型のケージが備えられた。さらに、コーブルクの芸術家、フェルディナントレプケ作のジンフルトの泉が設置された。この他の小さな公園としては、ノイゼス地区のリュッケルト公園、ビュルクラス大木に隣接するヨシアス公園や、 一津川沿いの遊歩道などがある。自然文化博物館、コーブルクのノイゼス地区には、市営のシースター水族館がある。650平方メートルの展示スペース、55の水槽で見学者は650種以上の魚、とりわけ17種のサメを見学することができる。サッカーは16チームあり、中でも DVV コーブルクは2006年まで、州リーグで戦っていた。 コーブルクでは、サッカーと並んで、伝統的な射撃が重要なスポーツである。多くの射撃愛好会があり、コーブルク射撃協会1354は、男子空気銃で、ブンデスリーが2部に所属する。変わった種目では、ダンス競技がある。トンツ・スパートガーダ・コーバーガー・モア・ EV は、ドイツ全土で高成績を収めているチームの一つである。四つのドイツ選手権のタイトルと数多くの、 オーバーフランケン、フランケン、あるいは南ドイツ選手権のタイトルを獲得し、2006年の南ドイツ選手権大会を主催した。ハンドボールの南部地区リーグで、男子一部リーグの HSC2000 コーブルクも多くのファンを集めている。ホームゲームでは1270人のキャパシティの体育館2000人以上の観客がやってくる。オリエンテーリングでもコーブルクは、 その存在感を増している。2005年の男子ドイツ選手権で優勝し、連邦ランキング入りを果たした。コーブルックでは、ブラジル外では、最大のサンバフェスティバルが毎年行われている。このフェスティバルは1992年以来毎年7月の3日間に10万人以上の観客を集めて行われている。2006年7月7日から9日には、8つの国から、 80以上のサンバグループ2200人以上が参加して市内9つのステージでサンバを披露した。第16回のサンバフェスティバルは2007年7月13日から15日に行われる予定である。コーブルックはコーブルックがコンベントの開催地でもある。これは学生連合の協議会で毎年精霊降臨祭の日に会議、祝宴、松明行列や スポーツイベントが開催される。年に数回、コーブルク、バッハが師匠団によるクラシックコンサートが聖モリッツ協会で行われる。さらに、7月末になるとバイエルン北部で最大のパーティーと称されるシュロスプラッツフェストがエーデンブルク城と公立劇場との間で挙行される。秋地の緑地帯では、春には春祭りが、8月の初めには射撃祭が行われる。 これは、コーブルク射撃協会1354の主催による、もので多くの観客を集める。12月には、伝統的な市である、クリスマス市が開催される。また、年に2回土曜の夕方から日曜日にかけて、市内全域で、コーブルクののみの市が開かれる。さらにここ2、3年は、ヨハン・シュトラウス音楽のとコーブルク、アレクサンダー・ギラルディ国際歌唱コンクールが、 行われているこれにより外の人々は1887年にコーブルク市民となったワールツ王を忍ぶのである。音楽の日は最も近いところでは2006年6月19日から7月2日に開催された。コーブルクはバイエルン州でも強力な経済力を持っている。過去には周辺地域の経済変動に十分に対抗してきた。この実り豊かな経済は 幅広い専門性と様々な経営規模がミックスされていることに追うところが大きい。以下のデータは、コーブルク症公会の担当地域の産業指数とバイエルン州統計局の2002年12月31日、または2003年6月30日現在のデータに基づくものである。就業者のうち約46%がサービス部門35%が 製造部門、19%が販売及び運輸部門に従事している。約1万8000人が日中はこの町に通勤してくる。館長や公的機関には約3000人の職場が存在する。地元企業、ベルテルスドルファーヘーヘのフック・コーブルク社の管理部門、コーブルクで最も有名な企業であり、最大の雇用者は保険グループのフック・コーブルクである。 1950年以来コーブルクを本拠とし、約4100人の従業員を要している。市内の駅近くと、コーブルク北部を通る連邦アウトバーン A73、ソインのベルテルスドルファーヘーヘに、事業所を構える複合体である。グローゼ社製造業でも、これに次ぐ大きな企業があり、コーブルク経済を支える重要な軸足となっている。 自動車産業の下請け会社ブローゼは1919 19年からこの町で生産している。この会社は市の南部にある2つの現地工場に約2200の従業員がいる。ケイザー・コンプレッサー有限会社は1919 19年にカール・カイザーが創立した会社でコンプレッサーや北屋宿技術の主導的な企業である。全部で 約3000人の従業者のうち1600人ほどがベルテルスドルフ地区にある事業所で勤務している。バルコーブルク社、カップ社、あるいはラスコ社といった会社により、コーブルクは工作機械の街と強く主張される。バルコーブルク社は精密加工センターあるいは精密加工機械のメーカーで500人の従業員がいる。1919 19年に アドルフ・バルトリヒによって創立された。彼の婿にあたるベルンハルト・カップは1953年に自身の会社の基礎を築いた。現在ではコーブルクに500人の従業員を抱え、噛み合わせ部分や特殊な成形物といった精密加工を行う検索板の製造を行っている。ラスコ社は1863年にはすでに中鉄所及び、 機械工場のランゲンシュタインシェーマン、エルンストヒュッテ・コーブルク社として創業していた会社で300人の従業員が加工機械の製造を行っている。この他の重点産業はガウトリッツ社、ヘルマンコッホ社あるいはロス社といった化学合成産業である。ガウトリッツ社は1937年創業、現在は400人の従業員が 熱硬化性樹脂や熱化素性樹脂で精密な成形物の生産を行っている。ヘルマンコッホ社は1914年からコーブルクで創業している。280人の従業員で合成原料によるパッケージ材料を生産している。ロス社は1924年に設立され、現在はコーブルクに150人の従業員がおり、射出成形による樹脂成形を行っている。 商業地区、ラウテラー平市の北部、アウトバーン A73 沿いに17ヘクタールの広さの広大な造成された商業地域がある。この一部は、隣町のラウタータールにかかる。市は1990年代の終わりに、ここにショッピングセンター兼、レクリエーションセンターを作る計画を立てた。市中心部の商業従事者は、 都市周辺部の消費者の移動動態が変化することを危惧し、このため住民投票が行われた。7013秒対6986票という僅差でショッピングセンターの建設が決定した。首都投資家はこの商業地区の発展に期待を寄せ、2004年4月に3万7000平方メートルの土地の入札が行われ、コーブルク北部 A73 商業パーク社がこれを 落札した。投資家たちは共同で、さらに、4500席を有する多目的ホール、ホームセンター、食品のディスカウントショップ、飲料販売、卸売販売、自動車販売や、ディスコなどを計画している。2006年の初めまでにファーストフード店や、ガソリンスタンドなどが準備を始めている。その他にも、近くにドラッグストア、新たな軽食レストランや、 いわゆるアウトドアスポーツの専門店も土地を購入している。1999年の時点ではすべてのプロジェクトが示されていないにもかかわらず、早期のコンセプトに基づいて説明がなされていたことが明らかとなった。反対者たちはこの点で先の住民投票が無効であると主張している。コウブルク周辺の鉄道路線図。黒の点線は廃線路線。 紫色の破線は建設中の高速路線である。近郊公共旅客輸送コーブルクの近郊公共旅客輸送は、バーキスジェメインシャフトコーブルク、ズサメンシャラスデア、SU、シーバスウントアクアリア GMBH、アマナブスバーキアーズフランケン GMBH が担っている。都市部では、総延長1 0 0トルほどの11本のバス路線があり、昼間は、 半時間に一本ほどの頻度で運行している。2006年現在、乗り換え停留所は、レン通り、または、テアター公園にある。2007年10月には、テアター公園に、バスの接続ポイントが完成する予定である。また、バスから直接列車に乗り換えることのできるザブという、システムを駅に設ける計画もある。周辺部へは、 通常コーブルク駅発の11本の路線がある。さらに、ドイツ鉄道の近郊線コーブルクバートローダフ派線があり、2時間ごとに運行している。遠距離公共旅客輸送コーブルク駅昔は、鉄道輸送が大きな意義を持っていた。1858年から1945年には、コーブルクから中林源との宗教を超えて、マイ人間を経由して、 アイゼナハに至る東西の鉄道路線、ベラ鉄道があり、1939年には1日15本が運行していた。さらに1900年から1984年までは、ロサッハ域の近郊路線である、イッツグルント鉄道や、1901年から1945年までは、エーバースドルフゾンネフェルトフィールトアムベルクを経由して、ノイシュタットバイコーブルクに至り、 環状線を形成していた主体なハタール鉄道があった。1945年以降は遠距離公共旅客輸送はリヒテンフェルス域の鉄道路線のみに整理された。ベラ鉄道の路線の一部はコーブルクゾンネーベルク間の路線の一部として継続使用されており、ドイツ鉄道の普通列車と急行列車とが交互にそれぞれ2時間ごとに運行している。急行列車は バンベルクを経由してニュルンベルクまで運転している。バイロイトやホーフ、ザールフェルトあるいはビュルツブルグへは、リヒテンフェルスで、RB や RE に乗り継がなければならない。あるいは、ミュンヘンやベルリンへはアイスに乗り換える。将来的には、遠距離路線は新たに建設される、ニュルンベルクエアフルト線に組み込まれ、ニュルンベルク経由で、ミュンヘンへ、あるいはエアフルト経由で、ベルリンへ行くことができるようになる。 コーブルクがアイスに組み込まれるためには深い渓谷に路線を引きトンネルを設ける必要がある。2006年現在、アイスの予定路線が完成するのは2016年から2020年と予定されている。道路交通市の中心部は多くの部分が歩行者専用区域となっている。市内に入るには近くのパーキングビル、マウアー、ポスト、ツインカーベールなどや、 特別な行事がなければ利用できる無料の大駐車場を利用する。コーブルクには自転車道もほとんど存在しない。遠距離の道路交通は、連邦道路 B4 がニュルンベルク方面とチューリンゲンを結んで南北に、B303 がシュバインフルトとチェコを結んで東西に走っている。全車は町を縦断し、B303 は町の中心部には接する程度である。 1990年までは国境地帯であったため、通過する交通はほとんど考慮する必要はなかった。それ以後、コーブルクを通過する交通量は大幅に増大した。そのため、ドイツ統一交通プロジェクトは、連邦アウトバーン A73、ニュルンベルクリヒテンヘルス線をコーブルク経由でズールまで延長することを決定した。 コーブルクアイスフェルト間の区間はすでに開通しているが、ズールまでは2007年にニュルンベルクまで走れるようになるのは2008年の予定である。航空交通小さな飛行場、コーブルクブランデンシュタインスエベーネは、1913年にコーブルク航空基地として設けられ、市の所有となった。経営と管理は2001年から、社団法人、アエロクラブコーブルクが行っている。 この飛行場は年間1万3000回の離着陸がある。これは平均的な離着陸回数である。滑走路の距離は860メートルで最大離陸重量5.7トンの飛行機まで利用可能である。極めて短い滑走路に身を置いた離着陸のパイロットの周りを連邦空軍のトラル C-160 機が飛来している。他にも南部の暗い統立地区の近くに コーブルク・シュタイン・立憲飛行場がある。この飛行場は、距離700メートル、最下重量2トンの自由に使える、芝の滑走路を有している。管理者及び経営者は、社団法人、古くて日にシェアーバイツゲマインシャフト・コーブルクである。市の行政官庁の近くに、以下の公共機関や施設がある。図書館と文書館、コーブルク公立図書館は、1547年に、 創設された、ザクセンコーブルク広告の宮廷及び、国立図書館を1919 19年に引き継いで、設立されたもので、エーデンブルク城内に置かれている。この図書館は、学術的な地方図書館で、40万冊の蔵書を有し、約8万5千冊が17世紀から19世紀の古文書であると言われている。この他に、ヘルンガスセには、 コーブルク文化及び商業組合が1874年に設立した公共図書館に由来する私立図書館がある。ツーイクハウス内にある州立文書館にはコーブルク市、コーブルク郡、バイエルン州、ザクセンコーブルク広告あるいはその前種を物語る30万点以上の資料が保管されている。さらに、シュタイン合戦の私立文書館には13世紀にまで およぶ1万8000点の公文書が存在する。大学コーブルク専門大学が今日の形で創立されたのは1971年である。この大学の伝統は1812年にザクセン公爵家の建築家であったフリードリヒ・シュトライプがコーブルクに創設した手工業学校にまで遡ることができる。1950年代の終わり、当時は地上建築と 地下工事を教える技術学校であったのだが、新たに機械工学科と電子技術科を設けて工業専門学校へと拡張された。今日では専門分野は多岐にわたり、工学分野の他に造形、経済、社会制度といった分野をも包含している。2006年現在、約3000人の学生がこの専門大学に在籍している。キャンパスは フェステ・コーブルクと向かい合った山の上にある、州の認可を得た保健衛生医療を専門とする私立大学であるシュロス・ホーヘンフェルス専門大学は2004年にコーブルク病院と目ダう学校により創設された。2005年からは理学療法や言語療法の学士コースも開設された。学校オーバーツントラムの機能を背景にコーブルクには1万1000人の学生がおり、 25の公立学校、16の私立学校が存在する。市は自らを学園都市と称する。市とその周辺地区には4つのギムナジウムがある。市内にあるのはアルベルティヌムで、一つは音楽と語学のギムナジウムでカジミリアヌム以降400年の伝統を持つ。もう一つは人文主義で近代語とヨーロッパ言語のギムナジウムである。他の2つのギムナジウムは、 グロッケンベルクにある。アレクサンドリノムは自然科学と工学技術、語学、経済学と社会学のギムナジウムで、エルネスティウムは数学と自然科学、経済学とヨーロッパ学のギムナジウムである。この他に専門高等学校や職業高等学校がある。さらに2つの職業学校や13の職業専門学校、農業学校や商業学校がある。 二つの実家学校、十二の基礎学校や機関学校が、修立学校として存在している。私立で運営されている学校もある。メダウ修レは、体育、理学療法、言語療法の専門学校である。ルドルフ・シュタイナー学校、海外特派員学校 ASC レイや音楽、学校もある。この他に、コーブルク市とコーブルク軍は、歌唱。 音楽学校や市民大学を運営している。生涯の一時期を、コーブルクで暮らし、あるいはコーブルクで亡くなった著名な人物以下に、コーブルク出身の著名な人物を列記する。エントリーの際に、活躍の場がコーブルクであったか否かは考慮していない。多くの人物は他の土地で活躍している。また、この一覧表に挙げられた人物が著名人のすべてであると主張するものではない。 コーブルクと関わりのある人物の中にマルティンルターがいる。彼は1530年に半年間フェステ・コーブルクに住んでいた。この間、アウクスブルクの帝国議会で彼を追放に処するかどうかが議論されていたからである。この他に特筆すべき人物として詩人で翻訳家でオリエント主義者のフリードリヒ・リュッケルトがいる。 彼は1848年から亡くなる1866年まで、コーブルクのノイゼス地区に暮らし、この地を安息の地として選んだ。宮廷学長で作曲家のヨハン・シュトラウス二世も1887年に、コーブルクの市民となり、この町と親しい関係にあった。コーブルクの名は、新大陸の多くの土地で用いられている。それらの多くはこの地から移民した人々に由来する。 ものである。コーブルクの名はいくつかの船に付けられている。1910年に諸女公開を行い、1917年にブラジル政府に押収された北ドイツロイドの郵便機船にこの名が付けられていた。1938年には北ドイツロイドのディーゼル船と北海沿岸のトロール船がコーブルク号を名乗っている。第二次世界大戦中にこのトロール漁船は、 気象観測に用いられ、1944年流氷のため遭難した。ディーゼル船は1941年にインド洋で沈没した。1950年から1953年には、ハーパクの大戦後発の新造船にこの名が付けられた。この他に、1968年から1991年には、ドイツ海軍のリューネブルク級艦船にもこの名が付けられた。 1968年から1981年に、コーブルクは、ルフトハンザのボーイング737の名を宿しとなった。1994年からは、登録番号 D ヤードのルフトハンザキエアバス A321 から131が、コーブルクの名を付けられている。コーブルク号と同型のバウライヘ411、ドイツ鉄道の特急列車バウライヘ411は2003年、 以降、コーブルクの名を付けられている。作曲家、ヨハン・ミヒアイル・ハイドンは、エッペイ更新曲を、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト家の講師、フリードリヒヨシアスに検定した。この更新曲は、今日、コーブルク更新曲と呼ばれる。カナダ・オンタリオ州の町コーバーグ。1818 18年に、シャーロット王女とレオポルド講師の結婚を、記念しこの名に改称された。 ありがとうございます。